バサラは日産自動車で製造、販売されていたミニバン型の乗用車である。1999年11月、主30型系バサラ登場。N30 型系エルネッサのプラットフォームをもとに開発された U30 型系プレサージュと共通したエンジン、車種、ボディを持ち、縦基調となったフロントマスクやリアコンビランプが異なるのみ。実際、この車はプレサージュのサニー、サティオ10、プリンステン向けという位置づけであった。搭載エンジンはKa24出型直列4気筒 DOHC2388cc、ヤード25だて型直列4気筒 DOHC2488cc 直噴インタークーラー付けディーゼルターボ、および V930 出型 V 型6気筒 DOHC2987cc の3機種。オーテックジャパンの手による特別使用車、アクシスも設定された。2000年4月、ツーリングシリーズを発売。2001年8月、マイナーチェンジ。搭載エンジンは、QR25 出型直列4気筒 DOHC2488cc と V930 出型の2機種となる。ディーゼル車は廃止され、ハイウェイスターが追加された。また、オーテックジャパンによる特別使用車、アクシスがライダーに代わり設定された。2003年6月、翌月にプレサージュは U31 型にモデルチェンジされたが、バサラはプレサージュに統合される形で生産、販売終了となった。バサラはサンスクリット語のバジャラから付けられた。なお、この語は日本語にもなっている。姉妹車の U30 型系、プレサージュとはフロント及びリアエンドのみ異なるデザインで、内装や各ピラー、外反パネルなどは、全く同じだがこちらの車種はアメリカ車を彷彿とさせるデザインである。ありがとうございます。